ロゼリアです。今日、このステージに立てたこと、とても光栄に思っています。すごい歓声。それに、ロゼリアに対する期待と、試すような眼差し。頭では分かってたつもりだけど、ここに立ってみると、プレッシャーが全然違う。これだけの人たちを、今までこのステージに立ってた人たちは、熱狂させてきたんだ。最前列にいる子たちって、いつもロゼリアのライブに来てくれてる。ええ、オルフェスにも応援に来てくれたんですね。よーし。アコちゃん。ロゼリア、全力で行きましょう。このステージが終わったら、燃え尽きてもいいくらい。うん。それでは一曲目、聴いてください。演奏は問題ない。観客と私たちの熱がうまく合わさって心地よい一体感を生んでいる。練習通りに体が動く。当然だよね。オルフェスのためにみんなでずっと練習してきたんだから。今のロゼリアの全力ちゃんと出し切れてる。ただ遠いな。さっき見たあのステージはちょっとでも気を抜いたら会場の空気に飲み込まれてみんなの音を見失って迷子になっちゃいそう。ハコ、ロッカの言ってたことがやっとわかった。どうやって叩いても足りる気がしない。苦しいな、悔しいな。このステージが成功すればヒナと同じステージに立てると思っていた。あの時の自分のおこがましさが恨めしくなる。一生ギターを弾き続ける、その覚悟で歩んできたけれど、私の歩む道の先はこんなにも果てしないものだったのね。プロの世界をなめてたつもりなんてない。ずっと全力でやってきたって言い切れる、言い切れるって思ってたけど、今の私たちにできること全部やってもたどり着けない。これがプロの世界だったんだ。もう終わってしまう。私たちのオルフェスがこんなにもあっという間に。少しでも長い距離を走りたい。1メートルでも一歩でも1センチでも。ミラさんの言葉がトゲみたいに心に突き刺さってる。ダメ、今は集中しよう。私たちは今に向き合うと決めたんだから。最後まで全力で、いえその先へ、灰になるまで。あなたはいつもこれをやっていたのね。まっすぐで無茶苦茶で、でも確かに燃え盛る熱。まるでその場にいる人たちを全員残らず焼き尽くすような。はあ、なんて難しいのかしら。ロゼリアでした。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。演奏、すごく良かったです。ごめんなさい、楽屋に戻るわ。え？ハコも。ごめんね、ハルミさん。皆さん、気にしないで。
やっぱり大きなステージだったし、みんな気が高ぶってるみたいでさ。そうでしたか。でも今のロゼリアの全力を出せた素敵なライブだったと思います。うん、私もそう思う。あれが今のロゼリアの全力だよね。そうだよね。リサさん、どうされたんですか。今井さん、ごめん、なんか勝手に涙出てきちゃって、ごめんね。わずか